夢追いし弱虫イラストクリエイターのお話、永田絵本その40。僕は小学校1年生の頃、体育の授業中におしっこを漏らしたんだ。検室でパンツを借りてさ、その日1日を過ごしたんだ。そして僕は次の日学校へ行くのが恥ずかしくて恥ずかしくて、でもさ、借りたパンツを返さなきゃいけないと思って、僕はドキドキしながら学校に行ったんだ。そしたらさ、なんだ変わらない一日が待っていた。友達も昨日のことなんかまるでなかったかのように、なんだ変わらず接してくれたんだ。意外とさ、人は他人のことなんて気にしてないのかもしれないね。だけどさ、それが原因でいじめにつながることだってあるとは思うんだ。人間って不思議。答えはきっと一つじゃないんだろうな。すべてのしょんべん野郎たち、みんな幸あれ。永田絵本。